こんにちは、市役所です。今回は東近江市観光ボランティアガイド協会の活動について、東近江市観光ボランティアガイド協会の木村義雄さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず観光ボランティアガイドって何なのか教えてください。はい、私たち観光ボランティアガイドは東近江市が好きで、東近江市のいいところを来訪者に伝えたい、東近江市での旅を素敵なものにするお手伝いがしたいという思いから集まったボランティアの団体です。はい、ガイドの申し込みがあれば一期一会の出会いを喜び、東近江市で育まれてきた歴史や文化の素晴らしさをおもてなしの心を持って案内しております。素敵ですね。現在会員はどれくらいいらっしゃるんですか？はい、現在市内から68名の方が参加していただいております。たくさんの方が在籍をされているんですね。はい、活動は妖怪地、永源寺、五箇所、愛東、能登は、蒲生の6つに分かれて実施しております。はい、平成29年度には6000人以上の人をご案内しました。近年は新型コロナウイルスの感染症の影響から来訪者は減少気味ではありますけれども、それでも昨年度は3000人以上の人をご案内しました。たくさんの方をガイドされてきたんですね。普段のガイドではどういったところを案内されているんでしょうか？はい、永源寺地域のコースを紹介させていただきます。永源寺は基本的に3つのコースがあります。はい、1つは紅葉の名所で有名で、秋には全国から多くの人が集まる大本山永源寺を約1時間で巡る永源寺コース。2つ目はろくろを使ってお盆やお椀などを作った木石資料館をはじめ、是高親王像、金龍寺、大君木曽神社、ろくろ工房を約3時間で巡る木石工房見学コース。はい、3つ目は滋賀県と三重県をつなぎ、歴史的な言われが色濃く残る千草街道感動や信長、小松つなぎの松、神津畑の関を約2時間で巡る戦国の道コースです。どのコースも永源寺が持つ歴史や文化の奥深さを感じられますね。はい、ここで一つ紹介させていただきますと、はい、2021年度に秋に永源寺の来訪者がどちらからお越しになったかというのを、このようなシールを貼っていただいて調査しましたところ、47都道府県すべてからお迎えしていたことが分かりました。永源寺には関西はもちろん、11年前に石暮トンネルが開通をいたしまして、その結果東海3県からの来訪者も近年増加しており、これらの来訪者の方を市内にとどめ、永源寺だけではなく五箇所近藤町の町並みや愛東地域の百歳寺、蒲生地域の古墳、能登川地域に残る古代遺跡、妖怪地地域の万葉文化など、市内にあふれる歴史や文化の魅力を伝えていきたいと思います。今後とも市内の魅力を発信に向けて、観光ボランティアガイドの全員一同で頑張っていきたいです。はい、47都道府県すべてからの来訪者がいるってすごいですね。では最後に番組ご覧の方にメッセージをお願いします。はい、観光ボランティアガイドの活動は来訪者の素敵な旅のお手伝いができるだけでなく、地域の魅力の再発見、観光振興や東近江市の知名度アップへの貢献にもつながります。会員については年間を通して募集しておりますので、少しでも興味のある人は東近江市観光協会へ連絡してください。はい、今回は木村さんにお話もお伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。